レッドソックス、吉田正尚、30、が、20日、日本時間、2米、フロリダ州でキャンプイン。メジャー2年目のシーズンを前に TBS の独占取材に応じた。昨季は、ポスティングシステムでオリックスからレッドソックスへ移籍し140試合に出場、537打数140安打打率点.289。シーズン開幕前には侍ジャパンとして WBC に出場し世界一奪還に貢献した。充実の1年目をやりきったという一方で、満足したら多分終わり、現役としてはもう成長がしづらくなると話す吉田。奮闘の昨季を振り返った。写真を見る吉田正尚、すごくもがいた。メジャー1年目を語る今季は、逆にプレッシャー、独占インタビュー。1年目を終えて、率直な気持ちは。吉田正尚選手、ここ最近なかったような、達成感までいかないですけど、終わったなって感じの、やりきったなというのは一つ感じますね。アメリカに来て、いい経験ばかりさせていただいて、やっぱり苦しいことだったり、言葉の壁だったり、文化の違いもいろいろ肌で感じられたのは、自分の経験としてはすごく大きかったなと。英語を勉強しなきゃって開幕した当時はおっしゃってましたけどどうですか？吉田、耳は少しずつですけど、同じような言葉だったり、もちろん挨拶だったりっていうのは分かってきた。やっぱり自分で何かを伝えようとすることが英語でできないのは、まだまだ伸びしろかなと。9. 監督やコーチ、他の選手たちと自分の言葉で喋ってるように見えますが吉田。こっちに来て、自己表現って言うんですかね、そこはすごく大事だなと。日本の時だったら黙ってても、みたいな感じもありましたけど、やっぱりアメリカは自分から話しかけたりとか、あっちが気軽に話しかけてくれますし、コーチとか監督との距離も近いのかなっていうのはすごく感じました。9. 自分のアピールというか、吉田、黙ってても、お互いいい距離感ではいられないなっていうのはすごく感じました。監督も言ってましたけど、チームはもうファミリーだから。そこはすごくファミリー感って言うんですかね、アメリカに来て感じました。